本当に先生ありがとうございました。恵まれました。私はどちらかというと、あの先生のメッセージを聞いて飛び出していく側の先生です。あの教会にもやっぱり教師のよう、先生のようにして教えてくださる先生がいて、そして私はどちらかというと特攻隊、なんかこう現場に出ていっちゃうタイプなんですね。なので皆さん申し訳ないですけども、あのあまり深みはないです深みはない。ただ現場の何かこう一つでも証を通して、何か受け取ってもらえたらなと思います。ちょっとスピーカーもうちょっと小さくしてもらっても大丈夫かな。 OK、 では一言お祈りします。愛する恵み深い地なる神様、感謝します。今日このようにして、CFNGA でこのように、生徒の皆さんと一緒に時間を持つことができること本当に感謝します。天皇様、どうかあなたがこの時間をお導きください、祝福してください。そしてあなたのご栄光が現れますように、あなたの御心を深く知ることができますように、感謝してイエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。 OK、 これ近すぎたね。もうちょっと話せばいいね。これどう、ね、いいね。はい、今日はですね、実は私たち教会であのセミナーをよくします。そしてこのリーダーシップというものについて学ぶ時間があるんですね。その教会の中でやっぱりこのいろんなことを、まあ、起きるわけなんですが、そういった中で、まあ、教会として、まあ、歩んでいくときに私たちは全員リーダーになってくださいって言うんですね。そうすると、私嫌ですとか、めんどくさいとか、そういう人いっぱいいるんですが、でも神様がくれたアイデンティティ、神様は私たちに何を言ってるかっていうものを学んでいくときに、ああ自分もやっぱり神様と一緒に世の中に出ていく、そんな時に何か羊から羊飼いに変えられていく。自分は初め教会に来た時は羊だと思っていた。でも羊としての立場が時間とともに羊飼いに変えられていく。そして多くの人を導くようになっていく、まあ、そういうプロセスがあるんですね。そしてこのセミナーでは自分は何者なのかということで始めさせていただきたいと思います。この最初の御言葉なんですが、創世記の1章の26節の御言葉、お読みします。神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された、神の形として彼を創造し、男と女とに創造、彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた、埋めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。はい、この中でこの神様はこの人間を作ろうということを決められたんですね。決断した。その時にどのようにこの人間を作ろうかというところで、この4行目のところ、神は人をご自身の形として創造されたと。そしてこのご自身の形ということを次の行でも神の形として、そしてこの、まあ、神様私たちを作られたということなんですね。私たちは神様のイメージです。人間というイメージじゃなくて、実は神様のイメージが私たちのうちにあるんですね。すごいと思いません？だから神の子って言われた時に、その通り神の子なの。なんとなく言葉だけが一人歩きしてて、神の子神の子って、自分はこのまま一生みたいな、違う、もうこの私たちの存在そのものがもう神の子として初めから作られてたんですね。そして私たちはさまよっていた。ところが私たちはイエス・キリストのこの福音に出会って、そして自分のアイデンティティというものを取り戻して、まことに神の子になった、そういうことなんですね。アーメンですね。はい、この次のところで、神様が人類に与えた3つの基本的な目的と祝福というところで、この先ほど今お読みした御言葉なんですが、ここに昨日お話ししましたが、この黄色い、ごめんなさい、最初の御言葉ですね、この黄色い文字のところ、埋めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を
支配せよと、まあ、これお話ししましたが、神様が私たちを祝福して発した言葉がこれだった。産めよ、増えよ、血を従いよ、すべてのものを支配せよ。このところでパワーポイントの次の次なんですが、このテキストの空欄になっています。 ABC A のところは産めよ、たくさん、次が倍増、そして C が支配という言葉が入ってくるんですね。この多産という言葉ですが、このやはり私たちは昨日の一応確認でもう一度だけ言いますけれども、肉的に私たちは多産であるということは素晴らしいことなんですね。今はもう少子化どころか産まないという時代にもなってしまっているんですが、神様の御心は多産であると。そして私たちは肉的に多産であると同時に、霊的に霊の子供たちを生み出す特権をいただいているんですね、はい、霊の子供たち、ですので何かこのまあいいでしょう、ね、昨日の、ね、確認ですので。そして倍増、倍増っていうのは本当にマルチプル、英語で言うとマルチプルなんですけども、掛け算であると、何か私たちの発想する力が今は社会的になんか倍増の雰囲気ってあんまりないんですね。社会全体がこうデフレ、30年もなんか経済成長してないとか言うと、もうなんだか増加するなんか気分がない。でも聖書は何て言ってるかっていうと、倍増なんだと、教会の信徒さんが倍増する、嬉しいですね。洗礼を受けてくれる人が倍増する、ん？ちょっとあれかな、上ね、 OK、 YouTube にした時に、はいはい、これなら大丈夫、はい、ごめんね、わざと YouTube で流れないようにしてあの方にしてダメだって言われたんで今、まあ、冗談ですけど、でもそんな、でも私たちこの後の方でやってきますけど、物の見方ってものすごく重要です。その人が先ほど先生がおっしゃったように、何を見てるか、そして何を考えてるかがその人の言葉になり、その人の行動になっていく。だから私たちが聖書の御言葉で頭の自分の持っている価値観っていうのを書き換えていく、そうすることによって神様が見るものを同じように見る、そして神様がこうしてほしいっていう時に、あ、分かりましたと言ってすぐに行動入っていける。やっぱり自分の持っている価値観と神様の言葉にギャップがあると、どうしてもいつもその神様の言葉と自分の考え方の中で獲得が起きるんですね。いや神様そう言うけど私はそう思わないとか、ダメです嫌ですとか、でもそんなところで御言葉で頭を切り替えてもらえたらなと思います。そしてやっぱり支配、この聖書の英語だとサブデューという言葉が使われていて、まあ、軍隊用語だということをよく私たち聞きますけども、本当にこの神様がくださった祝福というものを逃さない、しっかりと管理する、そのような心構えも必要だと思います。創世記の9章の1節から3節、ここではノアが一度神様が世界をきれいに、まあ、大困難な時代を通ったわけなんですが、九章の一節でこう書いてあります。お読みします。それで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地に満ちよ、野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚、これらすべてが、すべてはあなた方を恐れてののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生きている、生きて動いているものは皆あなた方の食物である。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。ごめんなさい、ここのところでやはりもう一度、産めよ、増えよ、地に満ちよ、すべてのものを支配せよ、このようなメッセージを神様が発信しているんですね。だからやっぱり私たちはそのような拡大思考でもいいんだということで行きましょう。現場で、現場はやっぱりそうね、もうみんなでよし、じゃあ選挙旅行に行こうみたいな、したらもうそこで
リバイバル、起きなかったとしてもリバイバル祈って出てきますね。そしてまあそこそこの証をみんな持ち帰ってくる、まあ、そんなことが起きるわけなんですが、次のところで創世記の22章の17節お読みしますね。私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう、ということで、この私たちが神様がくれたビジョンを実現していくときに必ず起きるのは戦いです。霊の戦いというものがあります。そしてこの私たちが霊の戦いに勝ち取るために、私たちは神様もすでにこの御言葉を通して、アブラハムを通してですが、ここでは私たちこの子孫というのは私たちのことですね。私たちは敵の門を勝ち取るんだ、まあ、この CFNJ は聖霊派の教会ですから、いいですよね、こういう霊の戦いとか言っても、時々に霊の戦いとか言うと、うんって なる場合もよかったです。やっぱり私たちが戦っているのは目に見えない空中で働いているいろんなものなんですね。そして私は本当に教会始まった時に何を一番重要してたかっていうと、その人の中に、その人じゃない、その全ての人が何か神様が真理がないから、心が植え替えていて賭けがあって、みんな虚しい。でもその虚しさを何か仕事で埋め合わせしたり、何か違うもので一生懸命埋め合わせして、あたかも自分は満ち足りてます、幸せなんですっていうのを一生懸命言うんだけども、実際に話聞いてるとみんな賭けてる、真理がないから。そしてそういった人たちが誘われたり、どういうわけか教会にやってくる。そして教会にやってきた時に、その人たちの心の内側にやっぱり私たちは福音を語っていく。その人の顔、もちろん顔もあれば体もある、でも語りかけっていうのはその人の霊に向かって福音を語っていく時に、何かこの霊の壁が割れていく。そして時々悪霊であったりとか、そういったものがその人を支配している場合がある、また何かしら影響を与えている。でもそんな時に福音を語っていく時に、敵がガードを下ろしてくる。敵がもうその人をもう縛りつけてられなくなってきて、そしてガードが降りてくる。そんなところで福音を語っていく時に、本当にあまりさあ信じましょうとか、さあこの3つの法則で、はい、信じないと地獄に落ちますとか、そんなこと言わなくても、イエス様の福音を語っていくだけで、みんな、ああこういう神様だったら信じたい、こんな生き方があるなら私も生きたい、という神様からの語りかけに応答してくるのを体験しました。だから本当にこの見かけはもう立派な人から、何か路上からそのまま来ちゃったみたいな人まで、いろんな人が教会には来るんですが、みんな等しく何か霊的に覆いがかかっちゃってるので、その覆いを取り除ければほとんどが救いに預かっちゃう、まあ、そんなのを体験しました。このなのでぜひ福音ね、伝道するときはその人の外面を見るんじゃなくて、もう内面の真ん中、霊に対して福音語っていくと結構救われるんで、やってみてみてください。でも私は一度 JTJ 選挙進学校でとこに行って、隣が上野駅なんですね。上野駅があって、その時はもう30年前ですけど、ホームレスの人がたくさんいた、上野駅に。そして JTJ という教会を進学校を、まあ、始めたそのキム先生という紫スポーツの会長さんなんですけども、その先生は上野の駅のところにやっぱり会社を始め、リヤカーでスポーツグッズを売る仕事を始めた時、いつもリヤカーを引いて、そして小さなお店を開いて、そこでスポーツグッズを売ることから始めたそうなんですね。でもその時に同時に上野にいるホームレスの人たちに炊き出しをずっと始めて、何十年も炊き出しをしながら会社を経営していった。でもそんな中で会社は驚くべき成長して、この間のオリンピックでも、ね、かなり紫スポーツの人たちが金メダル取りましたけども、でもそういったことの話を聞く中で、
自分たちもじゃあ上野に行ってホームレスの人たちに伝道しようと、いや伝道まで行かなくてもおにぎりの一つも持ってみんなで行こうということで行くんですね。そうすると本当に驚くべきはやっぱりこの私は何人か男性の人たちをお相手するんですけども、その人の素性を聞くと本当にびっくりするのは、実は僕は大学で先生だったんだって言うんですね。講義してたんだと。ところがなんで今ここにいるんですかって言うと、いや実は自分は奥さんと喧嘩して離婚しちゃったんだと。そしてそのことでもうなんか精神的にものすごくおかしくなっちゃって学校でも暴れちゃったんだと。そしたら大学クビになっちゃったと。そして奥さんいなくなっちゃったと。そして自分実は身寄りがもうないんだと。そしたら何にもなくなっちゃったんだと。仕事もない、家庭もない、そして家もなくなっちゃった、そして僕はここにいるんだっていうところで、まあいろんなことがあったわけなんですけども、でも本当に一人の人の人生が壊れる瞬間って本当に一瞬で、何かそんな人たちが実はたくさんいる世の中に。そしてもしも私たちが何かするとするならば、そういった人たちに対しても見かけはもうボロボロなんですが、本当にもしかするとちょっとしたことで回復できる人生っていうのがある、とにかく福音は語りましたけども、そのおじさん次の週からいなくなっちゃったんで会えなくなっちゃいましたが、でもなんかそんな時にも思ったのは、その人の見かけに対して語るんじゃなくて、その人の霊に対して、その人の人生に対して福音を語っていく時に何か感じてもらえる、通じるものがあるなというのを体験しました。このマタイの福音書の28章の次の御言葉なんですが、こうあります。一緒に読みしましょう、はい、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。はい、このイエス様がおっしゃったこの御言葉、大宣教命令、いいですね。これが私たちの GO というね、この行けというこの命令ですね。この私いつも思うのは、新約聖書を読んでいて、イエス様の奇跡、もう町に行けば村に入っていけば病人は癒され、死人はよみがえり、お葬式は台無しになってしまう、よみがえってしまうから、本当に神様の栄光が現れていく。でもその全てはイエス様の宣教活動の真ん中で起きていた。イエス様が宣教を開始して福音を悔い改めなさい、神の国が近づいたからといって、この言葉とともにこの宣教が開始されて、イエス様が十字架にかかられる間、1年間だけイエス様がちょっと地中海クルーズに行ってたとか、そんなこと書いてないです。イエス様はその3年半休む間もなく福音を語り、村々を回った。その途上でパンが5つのパンが5000個1万個に増え、死んだ人は生き返り、病気は癒された。で、私たちもやっぱりこの本当にこの今ね、新学校ここで CFNJ で学べてるっていうのはどれほどの祝福か分かんないですね。分かってますか、皆さん大丈夫ですか。すごい祝福です。ここで整えられて卒業、そして卒業式、明日卒業して家に帰ってくときに本当にイエス様と一緒に出ていく、そしてチャンスを捕まえてはいつも福音を語る、そのようにして宣教を毎日いつも、どうやったら A ちゃん救われるかな、どうやったら神様喜ぶかな、そんなことに悩む、このようなことに悩むんじゃなくて、教会の姉妹でも何人もいるんですが、結構どうしたら人を救えるんでしょうかとか、どうしたらこれ福音伝えられるんでしょうか、どうして私ダメなんでしょうかとか、もうそんなことばっかり悩んでるやっぱ姉妹がいるんですね。最高で、神様はそういう姉妹が大好き。朝起きて、いや神様どうしたらいいんでしょう、で昼間神様どう助けてください、夜終わったら神様私もう本当に嫌になっちゃいます、あなたの望むこと何もできてませんみたいな。でも神様はそんな姉妹を捕まえて一緒に働き出す、
どっかで必ずブレイクスルーが起きてくるんですね。昨日ちょっとお話ししましたけども、本当に自分仕事してる間10年間もうチャンス、もう毎月会社、自分は会社を経営してたこともあって、この特権があるんですね。みんなを集めてやりたいようにしていいっていうね、社長は自由ですから、して嫌だったらやめていいよみたいな、そんなこと絶対言わないですよ。だけどもみんな今日も牧師先生呼んであるから、ね、毎月の営業会には牧師先生、安食先生に来てもらって、先生よろしくお願いしますって言うと、先生が1時間ね話してくれる。そしてそれ終わってから、会議を、営業会議ですよね。そして営業会議終わった後、みんなにどうだったって言うと、営業会議の内容はみんな覚えてない、でも安食先生の話今日良かったですって、みんなそんな風に言いながら、またで会議が終わってるんですね。よし、締め締めと、それでいいと私は思ってたんですけども、でもそんな風にして、この一生懸命福音語る、そしてやる。でも10年間救われた人、昨日たった一人でした。ほぼ全員、いや人生の終わり頃にもう一回私信じるかもしれません、多分終わり頃に、今はもうちょっと楽しませてくださいって言うんですね。この世の人たちは本当にこの世が楽しくて、クリスチャンになったらつまんない人生が待ってると勘違いしてる。で誰も救われなかった、でも諦めない、ずっとやり続けていく。そして自分が今度教会を始めた時に、神様がパカーンと扉を開いてくれて、語りかけると救われる、語りかけると救われるってことが起きた。だからやっぱり神様、なんかわからないけども叩き続けるっていうことを、さっき先生教えてくださいましたけども、そんな思いっきり叩く必要ない、いつもいつも絶え間なく叩き続けていくうちに、どっかで割れてくる時があるなという、そんなことを体験しました。次のところなんですが、2番目で、私たちは主イエスにあって罪から解放され、アブラハムの祝福、最初にあった祝福を受けました。主イエスによって私たちは新しく作られたものですということで、コロサイ人への手紙1章の13節を読みしましょう。はい。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。はい。私たちは今どのような世界に生きているかっていうと、実は神の愛のご支配の中に生きている。世界がどんなに変わろうとも関係ないです。世界で戦争が起きようが、経済危機が来ようが、何が起きようが、私たちが生きている世界は神の愛のご支配の中に生きているんだという、このパウロのコロサイの人たちへの手紙の中ではっきりと書かれているわけなんですけども、ぜひその中を歩んでいきましょう。次の御言葉、ちょっとガラテヤ書の3章8節をお願いしたいんですが、はい。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対してあなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです、ということで、この私たちが神の愛のご支配の中を歩んでいくときに、先ほど先生教えてくださいました、父が子に対するように私たちは御言葉を受け取っていい、マタイの7章の7節以降ですね。そして神様の愛のご支配の中を歩んでいこうとするときに、父と子の関係の中で愛のご支配の中を歩んでいくんですね。その時に父はどんなふうに私たちをこう愛してるかっていうと、この私たちは産業目になりますが、信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって日本人にも及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなんです
とこうあって、この神様のくださる祝福、これ、本当に、求めていいんですね。そして聖霊によって求めていくわけですけども、聖霊様と一緒に歩んでいく人生、聖霊様と一緒に進む毎日の時間が過ぎていく、この祝福の驚くべきは、皆さんなんとなく想像してできると思うんですけども、私一度南アフリカから女性の、まあ、30歳ぐらいの宣教師さんが一人で日本に来た。何しに来た、そして呼んでもいない、一人で宣教に来た。プラーッと日本に、私神様が日本に行けって言われたって言うんですね。そして日本に来て、プラーッと私の教会に来て、そしてでも彼女は聖霊に満たされた女性だった。そして一緒に話してると、とってもこの霊が燃える。じゃあ一緒にお寿司屋さん連れてあげますって言って、お寿司ですか、初めて食べるとか言って、で回転寿司連れてったわけなんですが、すると、まあ、彼女の癖はこう貧乏ゆすり、 手の貧乏ゆすりなんですね。そしてもうずっとこうやってる。そして何やってんのと、手で、その手何って言ったら、いや今聖霊様が私に語ってるんだって言うんですね。そして何語ってんのって言ったら、ちょうどウェイターさん来られて、男性の、まあ、30代ぐらいの男性なんですが、この人の耳が、なんか私耳が、彼が近づいてくると耳が痛いと、きっとこれは彼耳が悪いはずだって言うんですね。そして聞いてくれるかって言うから、私が申し訳ないんだけども、この人宣教師で、私牧師で、ちょっといいって、ちょっと質問していいって言って、お、何ですかみたいな、耳痛くない、耳悪くないって言ったら、はい、私左の耳は聞こえないんですって言うんですね。おー、来たーと思って、そして彼女に、左の耳聞こえないんだよってって言って、そしたらじゃあ彼女が、じゃあ私お祈りするから、お祈りさせてもらってもいいっていうことで、私が同じように聞いた。すると、まあ奥で板前さんたちが彼のことをずっと見てるんですね。そして彼もどうしようかなっていう感じだったんですが、え、お願いしますみたいな。そして私たち一緒に祈って、終わった、どう、聞こえるようになった、っていう感じだった。ところが、まあその時はじゃあどうぞって言って、まあ仕事が忙しかったから終わりになったわけなんですけども、1週間経って、そうだ、結果聞きに行こうということでお店帰ったんですね。そしたら、彼がやっぱりいて、そしてその時に聞きました、また来たよみたいな。そして耳どう、治ったって聞いたら、はい、あのあとシャワー浴びてたら、耳が、この痛みが取れて、聞こえるようになってきたんですと。そして、まあ、そんな証をもらいました。この聖霊様のね、やっぱりこう歩んでいく、聖霊に満たされる、そうすると神様は何かしたくなるんですね、私たちと一緒に。そして、まあ、そんなことが日常的に起きる、この祝福はお金じゃ絶対買えないじゃないですか。そしてお金なんかいらなくなる、そういう祝福を絶えず体験してると。も彼女はニコレットって言うんですけど、彼女は朝から晩までこれやってるから、寿司屋だけの話じゃない、いつも神様ここに何かありますみたいな、まあそういう人生っていうのもあるんだっていう、そうなりたいですね、なりましょう。コリント人への第2の手紙、5章の17節の御言葉を一緒に読みしましょう。はい、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、みよ、すべてが新しくなりました。本当に私たちの古い性質は終わって、私たちは新しいもの、神の子供、そして神の子供がこの世に出ていくとどれほどパワフルかということを私たちは体現していきたい、また体験していきたい、そうありたいと思うんですね。アメン。最後、私たちは約束によって神の子供になりましたということで、私たちの身分はイサクです。はい、イサクという人はどういう人だったかというと、イサクはアブラハムの全財産を相続しました。アブラハムの、神様がアブラハムに与えた財産の全てをイサクは相続した。そして私たちも実はパウロから見るときに、アブラハムがもらった財産っていうものをみんな相続しているものなんだ。それは物質的ではなく、霊的な意味において相続している。
そしてアブラハムが持っていた最大の富は何かというと、彼が持っていた金銀ラクダや羊じゃない、彼が持っていた信仰なんですね。彼が持っていた信仰という最大の富を私たちは相続している。だから私たちが何か信仰深いとか頑張るっていう、なんか自分の肉的な努力によって信仰を奮い立たせるんじゃなくて、違うんだと。神様は先ほどの先生の話で、神様が主体で、神様が与えるって言って私たちはもらってる。これがもうすでに起きてる現実なんですね。受け取りましょう。はい、それでは次のところで、このあと私たちはこの現実、私たちが何者なのかというところを、このちょっと本当はディスカッションしたいなとも思うんですけども、自分は何者なのかというところで、本当に今神の子なんだ、そしてもう霊的に見たらイサクなんだ、こんな風に感じてる人いらっしゃいますか？手を挙げてもらっていいですか？まだまだ来てない、うん、いいよ。日本人っていうのはね、あの先生言ってました、ピアノ弾ける人手を挙げてくださいって言ったら誰も手を挙げなかったと。申し訳ないけどピアノちょっと弾いてくれるって弾いたらもう超プロ級だったとこれ日本人のねつつましいところなんですが、でも本当に何か日本人のキャラがこのリバイバル、神様が望んでるリバイバルにプラスに働いているのかマイナスに働いているのかっていうのを一度吟味する必要あるなと思ってるんですね。なぜならば自分自身も引っ込み思案だったりするんです。そして自分自身も、まあ牧師を10年やった結果こうやってますけども、10年前は人前に立つのが絶対嫌な人だった。だからなんで営業会議に安食先生を呼んでたかっていうと、私が話すの嫌だった。人前に社員、たとえ社員の皆さんがいたとしても立場的に非常な特権に預かったとしても、みんなの前に何か人前で何か話すっていうのは、いやちょっと嫌だなと。そうだ、まず安食先生に1時間話してもらって、営業部長に1時間話してもらって、したら私は最後の3分でいいと、以上皆さん来月も頑張りましょうみたいな、これだけを言うのが私で、逃げてた。でもある時に神様がもう逃げるのやめなさいと、そして教会始めなさいって言われたんで、渋々なんですが立ち上がった。結果どういうか講談に立つと喋り出す人になったんですね。なのでなんか分かんないですが、でももしもこのような自分が教会を始めるというチャンスをもらってなかったら、いまだに自分は引っ込み思案で人前に立つのは絶対嫌だっていうタイプの人間だった。そしたらリバイバルを見ることもなければ、リバイバルの何か風が吹いてきてその一部になる、あの私の面白いのは、あの預言者の先生が来られて預言してくれたんですね。君の教会は印と不思議と奇跡が起きるとか言って、イエスとか思って、そしてその後リバイバルが来ると、君はリバイバルの来た時にそのリバイバルの一部になるから安心しなさいって言うんですね。なんか預言者が来ると自分がその中心になりたいな気持ちあるじゃないですか。君の教会にリバイバルが来て日本中が変わるなんて言われると、よっしゃーみたいな。全然違う。神様は私たちをそんな風には見てなくて、ただリバイバルが来るっていう言葉は掴んだんですね。そして来た時にその一部を担える、なんて幸いなんだろうと。この何か自分が重荷を負ってしまうのは、自分が何かをしなければならない、私が何かをしなければならないと思うとものすごく辛くなってきます。でも違うと、神様が働いてるんだと、自分はその一部を担わせてもらえるだけで十分ですと。なぜなら神様の働きは圧倒的で驚くべきなんで。そうですよね、そういうことなんですね。なので私たちは本当に、まあそんな風にして、まあ、リバイバルを求めたいと思うんですけども、リーダーシップの訓練の2、あなたの身分を高め発展させるというところに入ってしまいましょう。創世記の17章の2節から5節、お読みします。一緒に読みしましょう。はい。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。
アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。はい、この後このサラに対してもあなたはもうサライと呼んではならない。あなたはサラだと、多くの国民の母になるんだと言われました。この聖書の下りを読んでいくときに本当に驚くべきはアブラハムとサラの信仰です。そして私は何よりもあの奥さんのサラの信仰にいつも感銘を受けるんですが、まだ妊娠してない、そしてもう年も90歳にも近づ、もう女性的に出産は不可能という状況にあって、自分の名前をサラに変えるということは、ね、そのアブラムのこの彼のところにはたくさんのしもべがいました。そしてそのしもべ、また家族のようにして一緒に、まあ、生活している人たちが何百人いたんですね。ロトが捕まえられて、そのロトを取り返しに行った時にアブラハムの家で生まれた人たちが百何十人も一緒に追いかけに行ってますから、何百人という人が一緒に生活してた。そこでおばあちゃん連れてきて、今日からこの人は名前変わったんだと、多くの国民の母だと、みんな無理でしょうって、無理でしょうと。でもサラは、私は今日からサラですって言うんですね。アブラハムも、もう私今日アブラハムだと。今までは高貴な父とか、まあいい名前だったけども、多くの国民の父になるんだって時、みんなはえって、子供いないじゃんって。でもその二人は神様がそう言ったということで、それをみんなの前に宣言していく。やっぱり私たち、神様が私たちにチャレンジしてくることっていうのは、目の前で全くその状況にふさわしくない、全くないにもかかわらず、私はこれをあなたに与えると言った時に、主よ受け取りますと。そして名前を変えるというこの何か本当に大きなことさえも、この二人は受け取った。そうありたい、私たちもそうありたいと思うんですね。アーメンですか。アーメンですね。だからリバイバルについても本当に思うんですが、リバイバルといっても日本全然ダメじゃんみたいな、リバイバルの理の島じゃないじゃんって思うんですが、そんな時に神様が、私は日本にリバイバルを起こすって言ったら、はい主よ信じますと。そしてその全くその状況がなくてもリバイバルが来ますと宣言していく。そうすると大体ね、笑う人いるの、リバイバルなんてまた牧師またバカなこと言ってもうって言う人いたりするの。でも関係ない、神様の言葉が必ず勝利するからね。アーメンですね。この私たちは神の御言葉を信じますってことで、このヘブル書の手紙の、ヘブルの手紙の11章の3節お読みしましょう。新改訳聖書をお読みしましょう。はい、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。この目に見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。リビングバイブルを一緒に読みしましょう。はい、信仰によって、すなわち神様を信じることによって、私たちはこの世界と天体のすべてが神様の言葉によって作られ、しかもそれらが皆無から創造されたことを知るのです。いいですね。神様の言葉がすべてのものを創造した。いいですね。そしてこの神様の言葉が私たちにも語りかけられている、すごいと思いません？驚くべきことです。そしてイザヤ書の55章ではこうあります。新改訳、雨や雪が天から降っても元に戻らず、地を必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。
でリビングバイブル一緒に読みしましょう、はい、雨や雪は天から降ってきて地を潤し穀物を成長させ、農夫には種を、空腹な人にはパンを与える。私の言葉も同じだ。送り出せば必ず実を結ぶ。私の望み通りのことをし、送られた先々で大きな影響を及ぼす、はい、この有名な御言葉ですよね。イザヤ書の55章のね、10節以降。そしてこのイザヤ書の55章なんですが、聖書ある方は開いていただいていただきたいんですけども、この55章の、9節、そうですね、9節ね、あの8節の終わりに主の御告げというところで一緒に読みしましょう。9節、はい、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。そして10節以降、先ほどのところに入っていくわけなんですけども、昨日説教演習の時にお話しくれたその人間の知恵と神様の知恵全然違うと。神様の知恵が働き出す時にやっぱり私たちは驚くべき神の栄光の現れっていうのを見る、まあ、そういうことを体験するわけなんですが、やっぱり私たちが考えることと神様が考えることはかなり差があるっていうことをイザヤ書の55章は語ってるんですね。神様が思っていることと自分が思っていることにはかなりの開きがあるっていうのをこの55章の 9節は語ってるんですね。かなり高い、神様の考えていると思っていることは。そして私たちが自分の考えと自分の思いを神様以上に優先するとき何が起きるかっていうと、私たちは地べたに張り付いてる。でも自分の考えや自分の思いを横に置いて、神様がそういうんじゃ、はあ、分かりましたと、もう自分は気持ち的に絶対これは受け入れられないけど受け入れましょう、はいっていう時に、私たちの思いと考えの水準がはるか高いところにガーッて引き上げられちゃう、御国の水準まで引き上げられちゃうんですね。アーメンですね。だからこの聖書を学んでいくっていう、なんかこのエキサイティング、本当に御言葉を読んで感動して、今までは自分はこう考えていたけどもやめた、そして私は今日からこの書いてある通りに生きるってことを選択し続けるならば、私たちの頭の中で考えることが変わり出すんですね。この榎本康郎という牧師先生、皆さん聞いたことある？あるチーロバある？偉いない、珍しいね。いや、これはもう昔の先生です。1925年生まれで、70年代にはもう亡くなってらっしゃるので、皆さんが生まれる前に活躍した牧師先生なんですが、素晴らしい本。そしてこの三浦綾子がこのチーロバを読んで、チーロバ先生物語っていう本を書いているんですね。で、このチーロバもいいんですけども、できれば三浦綾子のチーロバ先生という牧師の本なの。牧師の人生っていうか、ある一人の男性が戦争に行って帰ってきて、もう本当に自暴自棄になりながら、その中でイエス様に出会って牧師になっていく、まあ、そんなお話なんですね。でも彼がそんな中で日曜学校をするんですけども、やっぱり戦後のどさくさの中で日曜学校をまた開いていくときに、初めは誰も来ない。そして彼は小学校の教員もやったことあるので、その夏休みの学校に100円、授業料100円で皆さんって言ったら誰も来なかった。そして無料、誰も来ないので、ああそっか、経済的にみんな貧しかった、よしじゃあ無料だってことで、毎日無料で子どもたちを日曜学校開いたところ、夏季学校ね、したらなんと50人30人50人100人の子どもたちが集まってきた。でも彼はまだその当時進学校の学生だった。そして進学校の学生だったんだけども、夏休みその地域の子どもたちに
をちょっと教えてあげようということで、子どもたちは何持ってきたかっていうと、学校の宿題、勉強道具を持ってきて、そして自分で弁当を持ってきて、そしてご飯食べて、で帰りに福音を語っていく、聖書のお話を一生懸命子どもたちにしていく。そして夏休みが終わり、みんなが帰っていった時に、これで今日でも夏夏季学校終わりですと、そしてもうこれはもう全部皆さん学校に帰ってくださいって言ったら、次の日その父兄の人たちがやってきて、先生にこの夏季学校をやめないでくださいと、どうにか子どもたちを面倒見てやってくださいということで、じゃあ日曜学校を始めましょうかってことで、日曜学校をそこからまた始めていくことになるわけなんですけども、その時の父兄の言葉は、この子たちがとてもいい子になったんですと、1ヶ月間夏季学校で先生のところに来て勉強を教わって、帰ってくるたびに本当に子どもたちがいい子になったんですと。でもこれって子どもたちの頭の中には、神様の神の国の基準というさまざまな物語や教えを通して受け取るこのものが入ってなかったので、子どもたちは好き放題やっていた。でもそこに神様はこういうお方で、神様あなたはこう見ていて、こう願っているというものが頭に入っていった時、子どもたちはみんなこうしなさいって言われたんではなく、自然といい子に変わっていった。でもこれって福音の持つ力そのものなんですね。そしてこれは大人になっても変わらない。大人になっても知らなかった、みんな神様がどれほど良いお方で、神様が私たちに何を望んでいるか知らなかったがゆえに、間違ったもので間違ったように考え、間違ったように行動していた。ただそれだけなんですね。だから私たちが福音を語っていく、そんな時にもう全くあんなもうね、問題を起こす人いっぱいいますね。私も問題児みたいな存在だったんで、いつも先生に怒られて前に立たされるのが私の仕事だったんですけども、昔はね、学生時代は。でもそんな子供でさえ聖書を読んで聖書の話聞いていくうちに、ああそうかと、じゃあこれはやめようって言って一つ一つ変えられていって、まあ人生変わる。だから本当にこのぜひ皆様これから頑張ってください。この尊い働きで社会は本当に良くなると信じています。このヨハネの福音書の15章の7節の次のところですね。はい、新改訳聖書を一緒にお読みしましょう。はい、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。はい、この御言葉、この何でもあなた方の欲しいものを求めなさいっていうね、このインパクトすごいですね。何でもあなた方が欲しいものを求めなさい。でもその前に何て書いてあるかっていうと、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、とどまるなら、何でもあなた方が願うものを求めなさい。この私たちがこのイエス・キリストの言葉にとどまるっていうこと、先ほどから同じことをずっと繰り返し申し上げてるんですが、本当にこのまあ、ライフ教会の中に、ライフグループとかセルグループとか、まあ、そういうスモールグループたくさん作って、みんなどっかに必ず入ってくださいねみたいな、そして教会に来て、教会は神の家族ですよとか言いながら、まあ、そんなことをしながらみんなでわっしょいわっしょいって教会をやっていくわけですね。でも祈りの課題に上がってくるのは、やっぱりもちろんこの病気が癒されますようにとか、家族の救いとかありますけれども、その祈りの課題の中で個人的に来る祈りの課題っていうのは、許せない、もう親を許せない、あの人許せない、自分を許せない、この戦いなんですね、多くの場合が。そして
じゃあ聖書は何て言ってるかっていうと、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなたにとどまるなら、イエス様は許しなさいっておっしゃってる。だから実は許せないという何か心の何か掴んでしまったものがあるときに、私たちがもちろんその話を聞いてあげて、その人を許すという声にもカウンセリング的に導くこともしますが、それ以上にその人が許せないけども、イエス様がそうおっしゃるんじゃ許しますと、まず言葉で宣言させていく。そして許します、許しますと、どうして私は許せないのかってことを神様に問い続けていくときに、その人の中に何か変化が起き出すんですね。これ聖霊様の働きです。聖霊様がいないと私たちは口先だけになってしまいますが、聖霊様はイエス様の言葉が大好きで、イエス様の言葉に生きようとするときに私たちを慰め、励まし、立て上げてくれる、そんな働きをしてくれるんですね。ある先生が話してくれたことがあったんですけども、いや聞いてくれるって言うんですね。私も本当に傷ついた、許せない、もうあんなことをされて、私はもうでもさすがにね、クリスチャンとか神様とか言ってもこれだけ許されないと、許せないでこれは許されるべきでないっていうね、なんかこう思った。でもそれから本当苦しくなって、そして神様に許せませんって言った時に、許しなさい、神様から来たって言うんですね。いや許せません、いや許しなさいと。そして彼女は、彼女って言っちゃった、まあ、男でも女でもいいんですが、山にこもったそうです。そして山に行って何したかというと、威厳、威厳でもう朝からアババババラバセアカラバラバタタタラバタ、もうなんとにかく、もうとにかく威厳で朝からずっと1時間2時間3時間4時間5時間6時間7時間祈り続けたそうです。そして夕方になった時、突然パカーンって何か思いが割れるようにして、威厳で祈ってる最中に、あら、さっきまで絶対許せないと思っていたのに、なんで自分はこんな大したことじゃないのにこの人許さないと、まあ大したことだったんですが、この許さないっていう心を掴んでしまったんだろうって思って、突然おかしくなって笑い出しちゃったっていうんですね。そして1時間2時間本当笑い転げて、周りの人が見たらきっと気が狂ったと思われるかもしれないけれども、そんな体験を実はしたっていう証をもらったんですね。そしてまあいくつかポイントはあるんですが、やっぱり神様の前に許せない心を持っていくっていうのがまず最初ね。そしてその後、神様がその許せない思いに対して、この時は神様はただ一言、許せ、これだけが来た。でもこの自分の思いと神様の思い、神様の思いははるか高いところにあって、自分はこの地べたにいる時にどうやって解決するのか、そこにその方は、そうだと、威厳を持って祈ることによって私の霊的なものが完全に束縛されている、許さないというのは悪魔の性質なんですね。許されない、罪を犯した悪魔はやっぱり人を許さない。でもイエス様は許すために十字架にかかられた。この対極の中で完全に悪魔に同意していた自分をイエス様に引き戻すためにしたことは威厳の祈りだったということで、この祈りを何時間も朝からしていたということなんですけども、この聖霊様が働く瞬間っていうものがあって、ぜひ私たちみんな、特に CFNJ は威厳でみんな祈りますよね。祈りましょう。本当にパワフルです。そして何よりもライフグループであったりとか教会の信徒さんの中で許せないという、でも彼女は、彼はもう信仰もある、イエス様を信じている、そして聖霊のバプテスマさえもら、聖霊のバプテスマもらってるから全部解決するわけじゃないですからね。聖霊のバプテスマもらってても平気でうんなんて喧嘩始める場合ありますから、そんな時には、まあ、そういう方法もあるのかなということで、第一部終わります。はい、またよろしくお願いします。はい。
はい、それでは講義の後半をさせていただきます。みんな大丈夫？疲れてるよね。いやいや、もう分かるよ。私もさ、同じだったから、授業の合間ずっとカーッて寝てさ、ね、でも今日で最後なんでしょ、 今学期ね。で、今学期じゃなくて今年か、今年度ね。そして、明日卒業式だもんね。で、卒業する人はみんな先生の向こうに、みんなはまだもう1年、あ、そんなことで卒業される方いらっしゃる。あ、結構いらっしゃるのね、みんなね。お、わお、おめでとうございますね。え、じゃあ真面目にやらないと大丈夫、みんな面白い、つまんない、大丈夫、大丈夫いや、よし、じゃあ頑張ろうじゃあ一言お祈りします。お祈りします。天のお父様、感謝します。イエス様、本当にありがとうございます。聖霊様、あなたを歓迎します。聖霊様、この場所をあなたは、あなたの霊で溢れさせてください。そして私たちの心も体もすべてもうあなたのものです。主よ、どうぞあなたがご自由にしてください。そしてあなたは私たちを大いに用いたいと願ってますから、私たちが通りを聞くだとなって、あなたの働きを本当に一緒にできますこと心から求めます。主よ、どうぞあなたの良きパートナー以上にもう一つですので、あなたと本当に一つになって歩むことができますように、イエス様の御名で手を塗りします。アメン。はい、そうですね、先ほどこの御言葉まで、来ました。ヨハネの福音書の15章、この「リビングバイブル」のところをヨハネの福音書の15章ちょっと一緒にお読みしましょう。はい、リビングバイブル、あ、ごめんなさい。しかしもし私のうちにとどまり、私の命令に従うなら、何でも欲しいものを求めなさい、きっと叶えられます。私の本当の弟子は実をいっぱい結びます。そのことによって父が大いに褒めたたえられるのです。はい、このリビングバイブルを読むと、なんかとても分かりやすいんですが、私の本当の弟子は実をいっぱい結ぶんだっていうんですね。この実は誰の実っていうと、私たちがイエス様に接ぎ木されて、イエス様から養分が流れてきて、イエス様の養分が実になってなるんですね。枝はその管でしかないんですね。なんですが、やっぱりこのどれくらい私たちがイエス様に接ぎ木されてる、接ぎ木されるときに私たちは一体になります。今日はつながってるけど今はしばらくやめとこうとかできないですね。一回接ぎ木されたら一体になるんですね。そして一体になってるがゆえに実をつけていく、このイエス様の、そうですね、このイエス様の教えに従う、そしてイエス様の命令に従うっていうことのをちょっとだけ振り返って考えてみたいと思うんですけども、イエス様の命令は何だったかっていうと、イエス様の命令は心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして父なる神を愛する、神を愛する、そしてあなたの隣人を自分自身のように愛する、自分を愛するように隣人を愛する。この神様を愛するっていうのは私たちよく分かりますよね。そして隣人を愛するっていうのも分かりますね。隣人、そしてこの隣人の証、この話をイエス様がした時に本当いつもそうだよなって思うことあります。それは何かっていうと、やっぱり教会生活を送ってると周りに隣人がいっぱいいるんですね。そして当時のパリサイ人たちも周りにイエス様の周りにいつもパリサイ人がいっぱいいて、
立法学者なんかがいて、どうにかしてイエス様の言葉尻掴んで、どうにかしてこの男を、まあ正直言うと殺したいと思ってた。彼らは言葉尻掴んで石打ちにして、どうにかしてこの男を岩から取り除きたい、殺意、恐ろしいと思いません？自分を殺したいなんて思う人がここにいたら、もうそれだけでも気がめいっちゃう。でもイエス様は全く影響を受けてない。そしてパリサイ人たちがこの話を聞いたときに、そうだよね、俺たち仲良くしてるもんねって。するとイエス様が何ておっしゃったかというと、良きサマリア人の例え話をしたんですね。そしてあるところに、この強盗に遭ってしまったサマリアの、強盗に遭ってしまった人がいて、そこをユダヤ人の祭司たちは見て見ないふりをして行ってしまった。ところがそこにサマリアの男性が通り過ぎて、そして彼を宿屋に連れて行って解放して、足んなかったらまだ帰りに払いますから、この人を完全に癒されるまで面倒見てあげてくださいと言って帰っていった。そしたらイエス様が、この人があなたの隣人なんですって言ったんですね。ワオだと思いません？私たちもよく分かってる、そうだよなって。でもイエス様が見ている視点って、私たちが隣人って言った時に、意地悪する妹とか、うちのあの A ちゃんちょっと最近意地悪だよねみたいな、でも愛想隣人だからって、もちろんそれはもう最小単位としてはあるかもしれない。でもイエス様が見てたのはもっと大きな社会全体を見て、愛が本当に必要な人がいる、見捨てられてる人がいる、そしてそんな人たちを神様は天高いところからこの地上を見ると、仲良くしている人もいれば忘れられている人も倒れている人もみんな見えちゃう。そして私たちに望んでいることっていうのは、もしもあなた方が私につながって多くの実を結ぼうとするならば、私の命令をちゃんと守りなさい。その命令は隣人を愛する。だから私たちはやっぱりこの福音宣教の中に、本当に世の中に見捨てられちゃってる人たち、忘れられちゃってる人たち、こんな人たちをいつも思う心を大切にする必要はあるのかなと思うんですね。なぜならば、正直申し上げて、そのような人たちっていうのは生きるのが不器用な人たちね。私たちは本当にどういうわけか神様が運よくというか、恵みの中で五体満足で、ある程度のコミュニケーション力も与えられ、ある程度の知恵と知識も与えられて、こうやって生きている。でもどういうわけか生まれつきコミュニケーション取れない人もいる。生まれつき何か自分不十分だと感じて孤独になっている人たちがいる。だから私たちはいつも外見見てるんですが、神様はいつもその人の心を見ていて、そして私たちがもしも歩んでいこうとするならば、そういった人たちに対してリーチしていく、これはものすごく重要なことなんですね。アーメンですね。次のところで、私たちはビジョン、考え方、信仰、宣言で自分の身分を発展させますということなんですが、私たち本当に神の子供としてもう成長していきたいんですね。そして神様の栄光が現れるのを見たい、そして神様に喜ばれたい、何よりも神様に喜ばれたい、喜ばれたいと思っている人手挙げてもらっていいですか。いいですね。そうなんです、喜ばれる。この創世記の13章の14節一緒に読みしましょう。はい。ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなた方とあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。はい。このこれロトとアブラムが別れた後ね、このアブラムは
非常に豊かになりました。そしてロトも豊かになったんですね。そして一緒にいるともう窮屈だと、もうダメだと、バラバラに十分お互い豊かになったから別々に住もうってことで話し合って、目を上げてみるとロトの目の前にあの肥沃な地がもう広がってたんですね。そして同じように隣にいるアブラハムにも見えていた、もう肥沃な土地が。するとロトが何て言ったかっていうと、アブラハムさん、もう年取ってるし大変だと思うから、あの肥沃な地行ってくださいと、僕は若いし全然まだまだやる気満々だから違うところ探しに行きますって言わなかった。すいません、好きなとこ取っていいんですか、じゃああれもらえます。もうアウトですね、全然もうダメ。だからロトのその後を見ると、ロトはあのあと地域の王たちがあのソドムとゴモラの攻めてきて、そして連れてかれちゃいますね、捕虜となって。そしてアブラハムが取り返しに行く。そしてそれでまた懲りたかと思うと、そうでもなくてまたそこに住んでいて、今度アブラハムのところにミツカイがやってきて、これからこの町滅ぼそうと思うっていう時にロトまだそこにいた。そして結果的にミツカイがロトを救い出す、家族を。そして救い出すんだけども、結局奥さんは塩の柱になってしまって、ロトは洞窟暮らしになっちゃう。あの肥沃な土地に入っていく前彼は豊かだった。でも彼の自分さえ良ければいいというその生き方が結果的に全てのものを失ってしまった。彼洞窟暮らしで娘と二人ぽっちになっちゃった。怖いですね。だからまあ一つロトを見てると何か教訓のようなものを感じるんですが、でもポイントはそこじゃないんです。ポイントはアブラハムなんです。やっぱり信仰の父、ここでアブラムですけども、アブラムが見たものは、さあ目を上げてあなたがいるところから東西南北見渡しなさいと、この地全部を与えようって言われた時に荒野です。アブラムが東西南北見渡しても遠くに確かに山は見えたかもしれない、でも荒れ地のようなところを見渡せられて、これを全部あげるよって言われた時に、神様もうちょっと違うもんないんですかと言わない。はあ、主よ本当ですかと、くれるんですかと。アブラムは目に見えるものではなくて、神様というお方がどのようなお方かを知っていた。創造主なるお方、荒れ地に川を設け、荒れ地に道を設け、そこにオアシスを作るようなお方であるということを知っていた。だからその信仰によって見るときに、この全地域を神様私にくださって、そこに人があふれる、子孫があふれる姿を見るときに、彼はそれを信仰によって受け取ったんですね。このよく、3次元、この世界は3次元で4次元、空間2次元っていうのが絵ですね。3次元だと空間が起きて、4次元で時間があるとかないとか、で例の世界は5次元だとか、わからないですよ、多分そう言ってる人もよくわからないで言ってると思うんですけども、私もそれを借りるとすれば、なんかこの5次元があって、やっぱり霊的に見る世界っていうのは5次元なんですね。そしてその霊的なこの5次元をの世界を見ようとするときに、この見る力はどのような力かっていうと、神様の創造力に支えられた目線で5次元を見る、絶えず。それが時に予言的なプロフェティックな見方だなんて言う人もいますけども、本当にこの日常生活の中で伝道をしていくとか、いろんな自分自身でじゃあスモールグループ始めようとか、ちょっと同じ友達集めてこれから夜みんなでバイブルスタディやろうとかするときに、やっぱり私たちは3次元の目でもなく4次元の目でもなく5次元の目で見たいと思うんですね。そして5次元の目で
本当に神様がこれからこの場所をどれほど祝福されようとしているのかっていうのを見るようにして始めていく。そして来る人たちは自分が3人のところを6人になったら素晴らしいと思うかもしれないけども、その人が増えるんではなくて、神様を知らない人が神様を知って、その場所で祝福の子が誕生する。祝福の実が3つが6つ、6つが12粒、12粒が24粒になるっていうふうに思いながら、イメージしながらこのなんかスモールグループや何か始めていくと、結構増えていくのをまた体験するんですね。アーメンですね。この創世記の、13章のところなんですが、そうですね、いいです、そうですね、はい、ごめんなさい、次のところ行きましょう。私たちはビジョン、考え方、信仰、宣言で自分の身分を発展させますというところで、このビジョンを見る力、創世記の15章の5節一緒に読みしましょう、はい。そして主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさい。また彼に言われた。あなたの子孫はあなたのようになるでしょう。アブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた。アメン。いいですね。この神様の方法はリアルなものを見せて想像させるんですけども、テントから連れ出した、このテントから連れ出した神様は素晴らしいと思いません？さあ来なさいって言って、そして目に見えない神様に導かれて、なんかテントから出て、そして空見上げて数えてみろって言うんですね。1個2個3個4個5個10個100個2000個アブラム数えたと思います？数えてないと思います？私アブラムは数えたような気がするんですよね。神様が数えなさいって言ったから、神様に数えろって言われたら、はいって言ってアブラムは数えた。で、100万か200万なのか、でも数えていくうちにもう訳分かんなくなって、分かったかいって、どれほど私があなたを祝福したいか、この数えきれない星のようにあなたは自分の財産を数えることはできないんだと、それぐらい私はあなたを祝福するっていうメッセージをもらう。そしてアブラムはそれを信じた。でもそれを神様は義と認めた。いいですよね。なんか本当に神様の方法にやっぱり一個一個従っていくときに何か感動がある、こう私たちも受け取りたいと思うんですね。この神様が私たちを祝福してくれるっていうこの祝福の概念、昨日からいろいろお話してるんですけども、もちろん私たちはこの世の金銭を祝福と置き換えるとすぐ儲かった損したの話になる。でも金銭っていうのはおまけなんですね。昨日そう、私の大好きな牧師、もういないですけど、榎本康郎という牧師がいるんですね。彼は本当に、戦後の日本の教会の礎を築いた牧師の一人ですね。そして彼の本を読んで何十人という人が牧師になっていった。彼の本を読んだだけで感動して、あ、神様に仕えるってこんなすごいんだみたいな、よし僕も牧師になるとかな、どんどんなっちゃった。でもこの彼の論理だと、いや牧師ってのは貧しくていいんだっていうのがこの本のね、彼の主張なの。それはいいの、別に貧しくてもいい。でも一つだけあるのは、やっぱりこの世があって、御国がこの世をもうすでに覆ってるわけですよね。そしてここにイエス様がこの世に来られた。そしてこの世の富というものに対してイエス様は一切の関心を示されなかった。イエス様が持っていた関心は御国の富に関心があった。そして御国の富をイエス様はこの世にもたらすことに対してものすごい関心があった。そしてこれは父の御心であった。この御国の富を見ていくときに、イエス様が村に入っていけば病気は癒される、死に蘇る、あらゆる
超自然的なことが起きました。そしてイエス様は手ぶらだった。でもイエス様はじゃあいつも上乾いてなんかボロボロの洋服着てあーってなんか倒れそうだったかって違う、それらしくなんかいい最後ねくじ引きしてみんなが欲しがるような着物を着られていたし、そしてパンがないといえば5つのパンを5000人に増やすことができた。そしてお金がないといえば魚釣りして口の中に入っている硬貨を献金下げなさいと言って、いつでも必要かつ十分なものを天から引き下ろすことができた。そしてイエス様が私たちを使わすときにどのようにして使わしたかっていうと、父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますってイエス様おっしゃった。だから私たちが宣教していくときに、もしもこのイエス様のこの御国の富をこの世にもたらすというこのイエス様のこの生き方を携えて宣教に出ていくならば超エキサイティングです。でもこれを持っていかないでこの世のままで生きていこうとすると、あれも足んないこれも足んないいつも足んない、敵は盗み滅ぼし殺すためにやってくる、敵の思い通りにやられてしまう、まあ、そんなことが起きるわけなんですね。なのでこの CFNG 最高です。これが語れるっていうのはもうそうですねアーメン。もうこれだけでも私嬉しくなっちゃう。でもこの超自然的な神様のこの祝福っていうのがあるんだ。そして私たちは御国の富がやってくるとき、これは私たちが考えていることじゃなくて神様が考えていること、神様が願っていること、それを私たちがキャッチしてそのことを言葉にして祈っていくときに御国がやってくる。そして私たちの思いと感情から何かを言葉を発するときには御国とつながってないから弱い、そして現れが少ない。だから先ほどからお話しているのは、本当に神様の考えていること思っていることは私たちよりはるかに高い。そして私たちがここに届かないのは、私はこう考える、私の過去の経験からいくとこうなんだ、私はこういうふうに教わった、その私たちのこの世の教育システムで受けてしまった価値観が私たちをいつもこのように縛り付けられている。そして私たちがこの御言葉を通してこの世のものを書き換えていく、神様の考え方と神様の視点と神様の言葉で全部書き換えていくと、素直にいつも天の御国のインフォメーションを受け取って、あの人のために祈ってあげなさいと、そして祈る言葉さえも神様がくださる。アーメンですね。時々お祈り、癒しのお祈りとかインナーヒーリングじゃないですけども、どうしてもこの今この問題解決したいんで祈ってくださいっていう人が来ます。そしてまあ皆さんももうすでにいろいろ経験されていると思うんですけども、やっぱり祈っていくとき聖霊様に頼りますね。私たちは自分でこの人のことを祈って、自分の言葉がこの人を自由にするとは思えない。そして聖霊様に祈っていくときに、いやもう私はもうこの人絶対に、さっきの延長するんですけど許せないんですって人結構多いです。でもその人を祈ってこうするときに、聖霊様はこの人の本当に生い立ちの中で受けてしまった傷、ここをフォーカスしてくるんですね。そしてじゃあお祈りする前に聖霊様ちょっと歓迎しましょうって言って行くと、大体その生い立ちの時に受けた傷、まあワンパターンじゃないですよ、神様いろんな角度から教えてくれますけども、結局私たちの心に敵が傷をつけてきた、敵が人を通して権威者を通して学校の先生を通して家族を通して何かを通して私たちの心に傷をつけた、その傷が癒されていないゆえに今この人を許せないって言ってる。実はこの人の問題ではなくて、ずっと遡ってこの5歳6歳の時、小学校1年生幼稚園生の時に受けた
傷が違う形でここに現れているってことが多々あるんですね。そしてそれは聖霊様は知ってます。聖霊様は知っていて、聖霊様に導かれて祈っていくときに、小学校の時に何かありましたかって言うと、はい、実は今なんか突然思い出したんですがっていうことで、学校の先生からものすごい怒られて、その時以来もう人前で、何も言えなくなっちゃいました。自分のことなんですけど、ね、もう人前に出るのが怖くなっちゃって、もういつも先生に怒られてばっかりいたからっていうのが出てくるわけですね。するとこれは聖霊様によって、そしてイエス様はそれを癒したいと願っている。だからじゃあその先生を許してあげましょうと。その先生もあなたがまあちょっとおふざけが度が過ぎたんで、まあ怒ってただから許してあげましょうって言って、はいっつって一緒に祈って、もう許します先生、ごめんなさいと、もう二度とねそういうおふざけしませんみたいな、でも許します。するとなんか今まで人前に出るのが嫌だったりとか、なんかその時受けた傷の表れとしていろんなものを自分が抱えていたものがスーッと消えていく。そして自由になるのを体験するんですね。でもこういうお祈りって結構時間かかんない。フェイス2フェイスで一つのテーマ祈りましょうって言っても5分から10分あれば祈れるんですね。なのでぜひ何かそういう、ね、エリアハウスとか行かれたことある人がいればね、多分私行ったことないんだけども、そういう感じで祈るんじゃないかなと思うんですが、大体問題が起きているとすれば、そのことが問題じゃなくてルーツっていうのは必ずあって、そのルーツに対して祈っていく、そこに解決が与えられて、そうするとこの現れが癒されるっていうことを体験するんで、ぜひこんなことも覚えておいてください。そしてこれにこういったことに対するいろんな書籍が結構あるんで、まあ読んでね、そして先生たちいろんな先生来ると思うんで教わって祈られることをお勧めします。はい、次のところで、はい、ローマ人への手紙12章の2節一緒に読みしましょう。はい、この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。はい、ここで、パウロが言ってるのは、心の一心によって自分を変えなさいって、微調整って言ってない。心をちょっと調整して考え方変えるんじゃない、自分を変えるんじゃない、一新するんだ、リプレイスするんだと。リプレイス、パソコンで言えば一旦ソフト全部抜いて新しいソフトをアップロードするぐらい、わかりますね。それぐらいの一新、そうですね、はい、まあ今までずっとお話してきた内容の通りの内容です、この御言葉は。そして次のところなんですが、ヘブル人への手紙の中で信仰についてなんですが、一緒に読みしましょう。はい、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。第2コリント、はい、確かに私たちは見ることところによってではなく信仰によって歩んでいます。はい、信仰、アブラハムの生き方を通して私たちは信仰をもらいました。5次元から見る世界、そして神様の言葉をその通り信じる信仰、この信仰にはプロセスがあるということをいつも感じます。そしてアブラハムが75歳で旅に出る、そこで彼が100歳まで実際25年間まあ遺作が与えられない、25年ですよ。でもその間に神様は何回か現れて、そして星を見せ、この荒れ地を見せ、語りかけ語りかけ、
まあ、聖書だとページパラパラパラってめくっていくと次から次にストーリー展開しているように見えますが、実際には何年に一遍神様が現れて、何年に一遍あやっぱりそうだって、しようしようってこう、そして100歳になって、そこから次のまたアブラハムのスタートが始まる。だからなんか私たちの信仰生活も今本当に人生100年って言われてるんですね。そして人生100年って言われると、もうこの日本のキリスト教の先生たちってみんな、まあ、表現どう表現していいか分からない、シニアと言っていいのか、年を取ってる年寄りと言っていいのか分からない、80歳90歳で現役のようにして頑張ってる先生いっぱいいますね。で、あの先生たちが一番喜ぶのは100歳まで、100歳クラブ先生どうですか、それいいと、俺その会長にしてくれ、大体もうそんな、それぐらいもうあと10年あと20年自分は走れるまで走るんだっていうのが、あのその先生たちのスピリットなんですね。逆に今度私たちの世代50代ちょっとぐーっと弱くなっていくんですね。なんかあと何年やんのかなみたいなそんな話を時々聞いたりするんですね。でも聖書は何て言ってるかっていうのに立つと、やっぱり死ぬまで死ぬまで走り続ける、こうありたいと思うんですね。そして神様の見てる視点っていうのは今日明日じゃない、今日来年の今頃でもない、もっと長いスパンでものを見てるんで、やっぱり私たちはこの焦らない、とにかくフォーカスすべきは遠くに神様の、私たちが神様にくれた使命、証明、コーリングっていうのがありますから、コーリングによって神様が望んでることが実現していく。でも分かりやすいのは、今リバイバルが来る、大収穫が起きる、これは何の前触れか、これは景況が来るんだと、もうすぐ景況がイエス様が、再臨のイエス様が来られるというのを信じてます。多くの人が信じてるってことは、聖霊様が多くの人の中に働きかけていて、イエス様もう来るよ、もうすぐ来るよっていうのを語ってるんですね。みんななんとなく希望的観測で言ってんじゃなくて、聖霊様に促されて言葉にして出てきてる。そうして景況が起きると何が起きるかっていうと、一気に引き上げられます。そしてまあ観難前、私は説なんですけども、それから大観難がやってくる。でもその後何が起きるか、千年王国がやってくるんですね。千年王国、千年間イエス様がこの地上を、まあ、ダビデと共に治めていく、この千年王国、そしてその後新天新地、このイエス様のストーリーはだーって続いてるんですね。そして今私たちはこの時間に生かされていて、何か自分の人生はこの世の人生で終わると思ってるけども、全然違くて、この世の人生は次の人生のための準備期間な、次の千年王国の時に復活する人と復活しない人がいて、復活する人は幸いな人であると黙示録の19章20章出てくるわけですね。このやっぱりそう考えると、この準備期間熱くいきたいですね。本当に熱くイエス様に従って生きていく、この高校球児がこの甲子園に出るために、本当に朝早くから素振りして、腕立て伏せ、ジョギングして、そして学校終わるとまたまあ泥だらけになって練習して、で甲子園、でも甲子園が彼らのゴールじゃないんですよね。彼らはそのプロ野球になりたいっていう子どもたちいっぱいいる。そして彼らの道のりって長い、15、6歳から20、30でも目標がはっきりしてると、どんな訓練も苦じゃない、喜びを持ってその訓練に入っていける。だからこのぜひ私たちも何かこの世界観、自分たちが持っている歴史観っていうものを、永遠の命から千年王国、こう
その世界に持っていけたらなと思うんですね。アーノルド・シュワルツネッガーがこの、まあ、前あるところで、まあ、見たんですけども、やっぱり彼がこのミスター・ユニバース、このボディービルのチャンピオンになるというビジョンをもらったときに、彼は二十歳、まだ10代だったのかな、もう本当に田舎暮らしで、オーストリアかな、英語もちゃんと話せない、そして痩せっぽっちだけども、なんかボディービル その雑誌を見たときに、自分はこうなるんだと、そして世界一のボディービルダーになるんだっていうビジョンをもらったそうなんですね。そしてボディービルダーになって映画俳優になるっていう、なんかね、こういう将来のビジョンを見たときに、それから毎日5時間から7時間ジムで鍛えたそうです。そして周りの人が、お前なんでそんなにやるのって言うと、いや僕は世界一のミスターユニバースになるんだっていうビジョンをもらったんです。そして彼は語った。そして彼ら周りの人が驚いたのは、お前なんでそんなに楽しそうにニコニコしながらやってんの、普通ボディービルっていうのは500このみんな顔をもう汗もう粉になってやってるわけですね、渋い顔をして。彼は喜んでやってた。そして、はい、100回終わった、それ次の100回嬉しくて、次の100回が嬉しかった、どんどんこのミスターユニバースに近づいていく自分を思うと、嬉しくて嬉しくて毎日がもう楽しかったっていう。そして彼は見事ミスターユニバースになり、でも彼のプロセスを見ていくときに、売れない役者から始まり、英語が変だから直せと言われても、お前は映画スターにはなれないと、英語は下手だからと。でもターミネーターっていう映画が始まったときに、ロボット役で出たとき、ロボット役がぴったりの英語だった、彼の言葉の。そして彼のあの英語を使って彼は一躍スーパースターになって、そして最後カリフォルニア州知事になっていくわけなんですけども、やっぱり私たちも一緒で、やっぱり自分はここに向かっていくんだっていう、そして神様とこれを成し遂げていくんだっていうものをはっきり見ていったら、何か朝5時に起きて蒼天祈祷も喜び、夜の10時の徹夜祈祷も喜び、嬉しくなっちゃう、そうなるんじゃないかなと思います。次のところで、私たちは神の作品です。エペソの2章の10節一緒に読みしましょう。はい、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。はい、その私たちは良い行いをするために地上に命を授かりました。でも私たちの良い行いの水準というのは、キリストイエスにあって作られた水準であるという、ここを忘れないでいきたいと思うんですね。世の中には良い人いっぱいいます。でも私たちはこのキリストの命に預かって生きる良い行い、イエス様が全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいと、そしてあなた方は新しい、マルコの16章、はい、じゃあ暗唱できる人、え、はい、いいよ、みんな聖書開いて、あのね、いや、あの大宣教命令だけね。私ね、本当ね、あのコロナウイルスでなって後遺症で、本当ね、なんか御言葉がね、もうバラバラになっちゃって、これね、一応後遺症ってことにしてんの。はい、では16章からの、11節、16章11節ね、はい、それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には
次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。このキリストイエスにあって私たちは作られました。そしてキリストイエスによって作られた私たちが行う良い行いっていうのはこの水準だっていうことなんです。アーメンですね。やっぱりこのイエスの名によって悪霊を追い出す、そして毒を飲んでも害を受けず、病人に手を置けば病人は癒される。まあこれ日常的に、まあ皆さんで今学院にいるからもう全員仲間でした。でもそれぞれ教会使わ、そうだね、日曜日ね、それぞれの教会に使わされてるから、教会にいろんな人がいて時々お祈りしてあげたりとか、いろんなことあると思うんですね。この今私たちの教会はどっちかっていうと、どうせやるんだったら、そうね、聖霊派でも右翼がいいんじゃないみたいな、過激な方がいいよねみたいに言うと、みんなえ、そっちの方がいいと思いますとかってみんな言ってくれるんですね。じゃあもうよし、じゃあ霊の戦いだとか言って、でもあの滝本明先生がね、あの霊の戦いをされて、まあ本当にすごい、もう書籍もすごいし、悪霊との戦いもうすごいです。でもあそこまでのまだあれはないなんていうのかな、戦う、もうあそこまで行って戦うっていう気持ちはないんですが、ただ日常的に私たちの教会のに来る人たちが悪霊的なものに、煩わされて苦しんでいるならば、喜んで解放していく、そういうふうに示されて、やってるんですけども、先日も面白いっていう表現がどうなのか分かんないんですが、やっぱりこのウィッチクラフトっていうね、魔術をやる人たちっていっぱいいます。そして今増えてる。そしてそういった人たちが悪魔崇拝を本当に世の中に堂々と公開してきている。アメリカのニュース見てると驚くべき。でもこれは日本にも必ず来てるし、数年後以内にもっと顕著な形で悪霊の働きはもっと拡大していくんだろうなと思う。それは光が強くなっていくから、我々の光が強くなっていく。そして敵も何よって言って出てくる、まあこれの戦いだと思うんですね。でやっぱり呪いをかけるっていうことを悪魔はするんですね。そしてネットであの黒魔術って検索すると出てきます。結構あの広告サイトがあなたのために定額で黒魔術呪いをかけますみたいな。であんまり悪霊の力を使いたくない場合は白魔術、こちらもどうぞなんて言ってねマジこんなね、これで後でね、暇な時に見てもらうと、でもこんなものが今巷に、そして代理で人を呪っていく、こんな時代になっちゃった。でイエス様がここで何ておっしゃってるかというと、私たちはたとえ毒を飲んでも害を受けない、蛇の尻尾も掴んで蛇を叩きつける、悪魔の働きを封じて。で先日ある牧師先生がそういったどちらかというと虐待をするサタン崇拝の人たちってのはやっぱりいるんですね、アメリカにたくさん。でそういう人たちっていうのは子どもさんたちを誘拐してきては、いろんな虐待を加えてサタンの子どもたちを作っていく。そして、まあ、トラウマを与え、いろんなことをして、まあ悪魔的な働きに従事させるわけなんですけども、でもその教会にそういう人たちが何人も入ってきてた。その先生の教会にやっぱり狙われた。そしてそのいろんな悪いことが、いろんな、なんでこういうこと起きんのっていう変なことが起きだしたんですね。そして彼はみんなでスタッフでお祈りしている時に、あ、これは敵の働きだと。そして一人の姉妹がその中心人物だったんですが、その子はまだ20代だった。
でも小さい時からもそういうサタン的な組織の中で育てられて、そして悪いことをする教会を破壊するために送り込まれていた。そしてところが彼女は救われた、今は救われた、そして、本当に驚くべき神の娘になったんですけども、でも救われた一つの理由はこの団体から毒を渡されたそうなんです。毒、そして牧師たちに、牧師とかスタッフの食事に毒入れて、そして、まあ、苦しむ、まあ、死に至る毒なのかはちょっとあれでしたけども、毒入れたそう。ところがなんと彼女は今までそれでいろんなものを見てきて、この毒が効くと入れてその先生の食事させた。ところがみんなご飯食べて終わった後、みんなで楽しく賛美して、みんな毒飲んでるはずなのに全然倒れもしない。ずっと見てて、一日が終わって毒効かないと。そしてこういう人たちは初めて見たと。そしてこの聖書の御言葉で、この神を信じる人には毒が効かないっていうのを見て、あ、神様いるんだと。悪魔が神様だ、 悪魔を神様のようにして育てられたんだけども、いや、まあ、違うっていうのに気づいたそうなんですね。なので実はこの御言葉って、この書かれて2000年経った今、これから何か世の中が本当に愛がなくなってきて、そういうサタンを礼拝する人たちと私たち真の神を礼拝する人たちの間にいろんなことが起きてくる中で、ああ、そのための御言葉だったんだっていうことなんですね。わおだと思いません？結構これ誰か先生来て聞いたことある？悪魔崇拝ないね。これあまり聞かなくていい。あまり深みに入らなくてもいいんですけど、一応あるってことね。一応あるってこと。はい、そんなことなんです。このコロサイ書の次の御言葉、2章の9節一緒に読みしましょう。はい、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストによって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。アメン。このコロサイ書の2章の9節開いてもらっていいですか。聖書この9節から15節までのところを一緒に、私新改訳の古いバージョンを使って申し訳ないんですが、一緒に読みしましょう。9節からね、15節まで。はい、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらせられたのです。あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。アーメン。この15節いいですね。イエス様はこのすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、これ悪霊の働きですね、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。この勝利の凱旋の行列に加えた。このイエス様は成し遂げたということなんです。そして私たちはこのお方と共に働いている。
ですから先ほど悪霊の話を多少しましたけども、悪霊は恐るに足りない、悪霊はこのイエス様の勝利の凱旋に加えられて捕らえられて、全ての武装を解除させられて引き連れられている存在なんですね。この、まあ、恐れるに足りないという話なんですけども、いろんなこと起きますね。この聖霊のね、この聖霊派って言われているところで、なんか聖霊の恵みだけなんだけども重要なんです。聖霊の恵み重要なんだけど、霊の戦いの中にいるんだっていう現実も忘れてはいけない。そして 敵は巧みに私たちの人生をから祝福を盗み滅ぼし殺そうとして寄ってくる。だけど私たちがその敵の働きに対して勝利する勝利の方法はいいですね。霊の武具を着る、信仰の大盾を持って、御言葉の剣を持って、救いの兜を着て、真理の胸当てと救いの福音の備えを履いて、私たちは戦いに出ていくときに敵は何もできない。そしてこの今のコロサイのこの御言葉、この御言葉を持って霊の戦いに入っていくならば、敵は自分の現実を知らされる。敵は自分の現実を見て見ないふりしてる。自分たちは敗北したという現実を直視しないようにして、あたかも勝ち誇っているような素振りで近づいてきて、私たちを恐れさせる。そして恐れを私たちが抱いたときに、恐れが扉になって私たちにいろんな影響を与えるはず。だからイザヤ書の御言葉の中に、恐れるな、私はあなたと共にいる、恐れるな、私があなたの神だから、私はあなたを強め助け、義の右手であなたを守るという御言葉がありますけれども、神様は私たちのあの御言葉は、確かに目で見る敵が攻めてきた時も恐れます。しかしそれ以上に霊の戦いにおいて、私たちが恐れるなと、聖霊様はいつも恐れるなと言って励ましてくれるんですね。ぜひ受け取りましょうということで、じゃあ最後一言お祈りして終わりにします。お祈りします。愛する恵み深い父なる神様、感謝します。神様、本当にここにあなたの息子娘がいます。そしてあなたが何かこの CFNJ に皆さんを導いてくださったこと、そしてここでたくさんのあなたの御言葉と恵みを受け取りました。これから卒業する兄弟姉妹一人一人をあなたが特別に油注いでください、祝福してください。そしてあなたが見るように見、そしてあなたが思うように思い、そして世の中に出ていくときに、イエス様が歩まれたように、イエス様が使わされたように、お一人一人も天から使わされたものとして歩むことができますように。またここで在学して学びを続ける兄弟姉妹、主よ、どうぞあなたがこれからの学びの時間を本当に有意義で、命の刷新、命が作り変えられる、何かそのような素晴らしい時間として祝福してください。本当にこの CFNJ を心から感謝して、この梶川先生ご夫妻を本当に感謝して、イエス・キリストの名前でお祈りします。アメン。